こんにちは、斉藤直樹です。今回は恒例の企画、初心者必見、絵を描くときに役立つ本5選ということで、絵を描いているとですね、どうしてももうこんなのうまく描けねえよってね、行き詰まりを感じてしまうときってあると思うんですが、その原因ってね、何かというと、やっぱりですね、外からの刺激のなさだと思うんですよ。ある程度のところでね、自己完結しちゃったり、そもそもその方法を知らない、概念を知らないってなってしまうと、そこでね、手が止まってしまって、その先に進めないっていうことになりやすいと思うんですね。そんな時にこそ読んでほしいのが今日紹介する5冊です。それぞれね、違った切り口で絵の描き方や考え方を紹介してくれている本なので、皆さんがそれぞれ今気になっている部分、伸び悩んでいる部分にどこかしらね、フィットすると思います。特に最初の1冊はですね、色に関する本なんですが、これ結構ね、こういう本ないですかって質問が多く来る内容に合致する内容の本だと思うので、これはね、ぜひ必見ですよ。それと一応ですね、今回紹介する本も動画下の概要欄とコメント欄に Amazon の URL を載せておきますので、気になる方はそちらからチェックしてみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。写真から見て探せる配色パターン図鑑、まず最初の一冊を紹介しますね。はい、こちらの本、写真から見て探せる配色パターン図鑑ですね。この本はですね、超おすすめです。多分ね、一冊は持っておかないと損するんじゃないかっていうぐらい、色で停滞を感じている人はその悩みをね、綺麗に打ち砕いてくれるんじゃないかと思うんですね。ほら、線画を描くのは得意なんだけど、そこに色を塗る段階になって、あれ、色ってどんな色塗ればいいんだっけって迷ってしまうことってあるじゃないですか。でね、適当な色を塗っちゃっていつも失敗してしまう、あるいはいつも同じ色になってしまう、そういうことってよくありません？そんな時にこそこの本を参考にしてみてほしいんですよ。この本のおすすめポイントが2点あります。まずね、本を開く前に見てください。この本、ただの色のカタログだと思うことなかれ、ページ数がなんと300ページを超えています。その分とにかく紹介されている色の組み合わせが豊富。ほら、パラパラっと適当にめくっていっても、非常に綺麗な写真がたくさん載っていますよね。でね、写真そのものだけじゃなくて、写真の横見てください。ここ見ると、この写真の色がどの色で構成されているのか、一目瞭然でまとめられているんですね。でね、便利なことに、色の数値までもが書かれているので、例えばペイントソフトとかで色を選択するときには、この数値を入れ込んであげると、ほら、この色がね、選択できちゃいます。でね、大抵のペイントソフトってこんな風にカラーパレットを使ってその色の組み合わせを登録することができるので、気になった色の組み合わせがあったとしたら、ここにこんな風に登録しておけば、ほら、いつもこの綺麗な色の組み合わせを使うことができちゃうっていうわけなんです。これ便利でしょう。そしてもう一つおすすめなポイントとして、2つ目、色がカテゴリー分けされていて便利ですね。もう300ページもあってね、紹介されている色の種類がすごく豊富なので、やっぱりですね、なかなか目移りしちゃって、なかなかね、選ぶための取っかかりがないっていうこともあると思うんです。でもね、この本はその部分も抜かりありません。テーマごと、色のイメージごとに分類がしてあって、すごく選びやすい工夫がされているんです。例えばね、ちょっとくすんだ感じの大人っぽいイラスト、アンニュイな絵が描きたいなんていう時は、このシックっていうテーマからカラーリングを選べばいいですし、ちょっと優雅で色気がある豪華なカラーリングにしたいなっていう時は、このエレガントから選ぶのもいいでしょう。いやいや、もっとインパクトがあって目を引きつけるような感じにしたい、色味にしたいっていう時は、ほらほら、この危険なっていうテーマから選ぶといいですね。いやいや、私はもっと誰もがほっこりするようなパッと明るい感じの、そういうイラストにしたいなっていう時には、ほら、この可愛いから選ぶといい感じにまとまりますね。すごい選びやすそうでしょ。今はね、形容詞ごとにテーマが分かれていましたが、ほら見てください、季節だったら夏、天気だったら雨、その他にもおとぎ話なんていうテーマでも分類されていて、いろいろなキーワードによってカテゴリー分けされている点でも色選びがしやすいんですね。例えばね、さっきのイラスト、簡単にですけどこの本の色を当てはめてカラーリングしてみましょう。例えばそうですね、この色の組み合わせがいい感じだなって思ったら、さっき言ったように色を選択してと、そして、はい、こんな感じ、ほらめっちゃいい感じじゃないですか。色が決まるだけですっごくイラストって描きやすくなるんですよね。絵を描いていて色に悩んでしまう、手が止まってしまうことが多い、最近ワンパターンになっちゃう、そういう人にはこちらの本、
写真から見て探せる配色パターン図鑑、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。制服思考。次に紹介するのはこちらの本、制服思考っていう本ですね。こちらはその名の通り、高校生の制服を描くときには非常に便利です。まあ、この動画を見ている人の中でも、特にね、制服を描くことが多いっていう人は多いと思うので、そういう人にとってはこちらの本、とても参考になると思います。サイズ的にもですね、非常にコンパクトにまとまっていて、机の上に置いておいても邪魔にならないので、取り回しがね、しやすい本だと思います。この本のおすすめポイントが3つあります。1つ目は、制服がデフォルメされていて、絵の参考にしやすいっていうところ。制服ってですね、色的には、どうしても黒だったり、あとは濃紺だったり、写真で撮ってもね、見づらい色味だったりすることが非常に多くて、あれ？ここってどうなってんだっけ？ってね、構造が分かりづらい時が結構あるんですよ。ただこちらの本は全てイラストで書かれているので、そういった見づらさの心配がありません。特にね、こういうプリーツスカートのひだひだの部分とか、写真を参考にしようとするとめちゃくちゃ目を凝らさないとわからないっていうことになりやすいんですが、この本はね、とてもわかりやすく描写されていますよね。作者の光月さつきさんの絵柄もとてもすっきりと可愛らしくて、もうすでにね、デフォルメされている絵柄なので、自分の絵にもね、すぐに取り入れやすい形になっていて、参考にしやすいですよね。そしておすすめポイント2つ目は、解説されている制服の種類が豊富っていうことです。絵を描くときに制服の参考にしようと思って画像検索しても、なかなかイメージに合った制服が出てこないな、こういうタイプじゃないんだよな、なんていうことありませんでしょうか。例えばね、セーラー服じゃなくてブレザーが描きたいんだよな、でもな、紺色のブレザーじゃなくて、ほらほら、あの私立っぽい感じのベージュの中の上品な感じのブレザーのイラスト描きたいんだよな、なんて探していると、ほら、ありました。こんな感じでね、いろいろな制服の種類を網羅しているので、探している資料が非常に探しやすい。このポイントはね、大きいですよね。そして3つ目のおすすめポイント、服の構造や金具までもが解説されているっていうところ。まあ、あんまりね、制服の中身とか構造までしっかり書くっていうことは少ないかもしれませんが、例えばね、もう飛び跳ねている姿とか、あとはね、こう靴が脱げちゃっているところとか、アグレッシブでね、動きがあるポーズを書こうとすると、意外なところが見えちゃっていて、あれ、ここってどうなってるんだっけ、どういう風に書くんだっけって困ってしまうのが、制服の中身、構造についてですよね。でも大丈夫、この方はそこまでしっかりと網羅してくれています。例えばほら、飛び跳ねているポーズを描きたい時に、お腹がね、ちょっと見えちゃっている時には、同時にスカートの付け根の部分も描かなきゃいけないことってあると思うんですが、ほらほら、スカートのアジャスターの部分の構造までしっかりと解説してくれていたり、あとは見て、ローファーの構造や角度違いの見え方についてもきちっとまとめられています。それとネクタイの結び方までね、はい、こんな風にしっかりと解説されていて、かゆいところまで手が届く印象ですよね。意外とね、こういう細かい部分まで大事に描くことって、絵の説得力が生まれる部分だと思いますので、制服を描く機会が多い人はこの本チェックしてみてはいかがでしょうか。人体ドローイングの基礎、アナトミーからパースまで。次に紹介したいのはこちらの本、人体ドローイングの基礎、アナトミーからパースまでという本です。この本は人物のイラストを描いているんだけど、もうちょっとちゃんと人体構造を理解したいなっていう段階にいる人にとってすごくおすすめです。おすすめポイント3つ紹介しますね。1、基礎から学び直すことができる。はい、タイトルにもあるように、アナトミーからパースまでっていうことで、まあね、アナトミーっていうのは美術解剖学のことなんですが、その名の通り、人物描写には欠かせない骨格のモデルや理想的なプロポーション、男女の書き分けに至るまでしっかりと基礎的な知識がまとめられています。そしておすすめポイント2つ目、単純化して絵に起こしやすい捉え方にしてくれているっていう点です。いくらね、アナトミー的に正しい知識をつけたとしても、それを絵にできなければ意味がありません。人によってはね、デフォルメが強い絵柄の人もいますから、ある程度単純化して構造を絵にする過程を経る必要があると思うんですが、この本はですね、その部分もしっかり解説してくれていますね。
ほら、見てください。こんな風に骨格を棒人間にする時のやり方、気をつけるべきポイントだったり、そこからさらに理解を深めて、立体的に描く時には、こんな風にブロックで人体を捉えるやり方、こんな風にね、単純な箱で捉えてから、箱を切り出していって、人体を立体的に捉える考え方まで、すごくね、丁寧に解説されているんですね。で、最後のおすすめポイント。これはね、結構、おって思う人多いかもしれません。服のシワについても細かく言及されているっていうところですね。絵を描いていてね、服のシワに悩まされる人って意外と多いみたいで、僕のところにもよくね、服のシワの描き方ってどうすればいいんですかって質問がよく来ます。この本では、上半身の服のシワ、そして下半身の服のシワに加えて、例えばズボンだったら、柔らかいスウェット生地だったらどんなシワができるのか、固めの生地のデニムだったらどんなシワができるのか、具体的な例を挙げて解説してくれています。基礎的なデッサンはもちろん、服のシワについても迷うことが多いっていう人は、ぜひね、こちらの本おすすめです。ロレンツォのドローイングチュートリアル。さてさて、次に紹介する本はこちらの本です。ロレンツォのドローイングチュートリアルですね。この本ね、多分ですね、1巻から4巻まで出ている大人気の本ですね。この本ね、もしかしたらパッと見さっき紹介した本と似たような印象を受ける人もいるかもしれませんが、実はね、内容が全く違うんですね。さっき紹介したね、人体ドローイングの基礎という本が、しっかりと基礎を固めていくっていう内容だとしたら、こっちの方はですね、とりあえず基礎は置いておいて、書く楽しさをとにかく膨らませたい、もう書くモチベーションくれよっていう人にすごくおすすめです。もうね、基礎とか固めるのだるいんだよ。もうその辺適当に捉えてもいいから、なんかそれっぽく書けるやり方教えてくれよ。楽しいところだけいいとこ取りしたいんだよ俺はっていうね、なんだろう、僕みたいな人におすすめな本がこちらになります。おすすめのポイント3つ紹介しますね。1つ目は、とりあえず見栄えがするシェイプが知れるっていうこと。さっきの本はね、骨がどうで、構造がどうで、っていう知識が先にありましたけど、こっちの方はね、もうそこ、すっ飛ばします。え？構造？そんなのええねん。とりあえずな、こんな感じの塊で撮ったらええ感じに見えんねん。ってね。あ、エセ関西弁、ごめんなさい。そんな風に、ざっくりと捉えて絵を描き出す方法について、楽しく解説してくれているんですね。難しいことを考えずにね、直感的に捉えられるので、あ、なんか描けそうな気がしてきた。ってね、テンションが上がるんですね。そしておすすめのポイント二つ目は、動きのあるダイナミックな捉え方ができるようになるっていうことです。絵ってね、こう、静止画をきちっと描くことも重要なんですが、躍動感、まるで動いているようにダイナミックな絵作りをしたいっていう時もあるじゃないですか。そんな時にこそこの本は役に立ちます。例えばこんな風に四足動物の動きだったり、あとはね、二足歩行の、これはゴブリンですかね、まあ、ざっくりと人間と考えてもいいでしょう。あとは車とかもね、こんな風にまるで動いているようにぐにゃっと変形をかけながら柔らかく描いていくコツについても紹介されているんです。絵がね、どうしても硬くなってしまって悩んでいる人にとってはすごく役に立ちそうな内容じゃないですか。そしてね、3つ目のポイントは、背景、建物の描写が魅力的っていうことです。今紹介したね、車の描き方もそうなんですが、そういうね、工業製品だったり建築物って描くのがめんどくさそうっていうイメージがあると思うんです。でもね、この本を見ていると、あ、背景描くのも結構楽しそうって思えてくるんですよ。その理由はですね、こちらのページを見てください。もうね、建物だろうとなんだろうと、この人ね、すごく有機的に捉えながら描いていくんですね。まずはざっくりしたシェイプを捉えて、でそこにディティールを追加していく、結果的にそれっぽく見えたら OK みたいなね、気軽さで描いていくので、なんだろう、もうね、小難しいこと抜きにして、うわ、こんな風に描きたいって気持ちにさせてくれるんですよ。基礎的な部分を学ぶのは億劫だな、とりあえず見栄えがする絵が描きたいなっていう人にとっては、こちらの本非常にね、ハマると思いますので、ぜひね、チェックしてみるといいと思います。魔王と始める iPad キャライラストプロクリエイトを使った簡単&時短テクニック。最後に紹介するのはこちらの本、魔王と始める iPad キャライラストプロクリエイトを使った簡単&時短テクニックです。はい、言わずと知れたディープブリザード魔王様のご著書ですね。ご著書って言いにくくない？
今やね、デジタルイラストはパソコンがなくても iPad だけで完結できるっていう人、プロにもね、多くいますから、この本は新世代のイラストレーターにとってはすごく有用な本だと思います。で、その中でも iPad のお絵描きソフトの中で特に人気が高くて、プロも使っているプロクリエイトについてまとめられた本ですね。この本がおすすめなポイントは3つです。1、初めての人でもわかりやすい。いやー、これですね、魔王様の性格が非常によく出た本で、魔王様、これね、言っていいのかな、魔族なのにめちゃめちゃ親切なんですよ。なので初心者にもすごくわかりやすいように、メニュー画面のどこを選んだらどんな結果になるのか、ジェスチャーのやり方から操作まですごくね、細かく細かく解説されているんですね。まさに初心者のための本。 iPad からお絵描きを始めたいんだけど、でもどうせ細かい設定とかってわかりづらいんだろうな、だからどうやって描いたらいいのか絶対迷っちゃうよっていう人は、もうこの本から始めたら絶対迷わないよっていう iPad プラスプロクリエイトの入り口の本として最適だと思います。で、二つ目のおすすめポイントは、ソフトの使い方だけではなく絵の技術的なところまで解説されているっていうところです。まあ、初心者とはいえね、操作的なことなんてもう1週間もソフトを触っていたら肌感覚で覚えてしまうことってあると思うんですよ。そうなってくると次に気になってくるのは、どうやったらいい感じの絵が描けるのかっていうことだと思います。魔王様、そこもね、きっちりとフォローされているというか、これがね、この本の非常に恐ろしいところだと思うんですね。例えばこちら、グリザイユ画法で描こうという章では、とりあえず白黒で絵を描いていって、後から色付けをする工程を iPad でどうやったらいいのか、その流れを丁寧に解説されています。もうね、ここまで来るとソフトの使い方というよりは絵作りの方法にまで踏み込んでいる内容なので、自分が初心者でね、絵の描き始めの方法を調べながらこの本の通りに実践していたら、知らず知らずのうちに初心者の段階を飛び越えてしまっているっていう、もうね、知らないうちにダンジョンの奥深くまで誘われていたっていう感じになっちゃうんですね。いや、恐ろしい。この辺はね、もうさすが魔王様っていう感じですね。そして最後の3つ目のおすすめポイントは、漫画の描き方がわかるっていう部分。ここまではね、イラストを描くっていう前提のお話なんですが、特にね、 iPad を使って絵を描きたいっていう人の中には漫画を描きたいっていう人も多く含まれると思うんですよ。そこもきっちり解説されているのがこの本のいいところ。ネームの描き方、小回りの仕方、効果線やトーンの貼り方、セリフの入れ方までしっかりと流れを解説されています。初心者でもね、ここまでしっかり解説されていたら迷うことはないと思うので、 iPad で漫画を描きたい、でもやり方がいまいちわからないっていう人は、こちらの本ぜひチェックしてみてください。以上、初心者必見、絵を描くときに役立つ本5選でした。皆さん、気になる本はあったでしょうか？もしね、気になる本があったら、概要欄、コメント欄に Amazon の URL を載せておきましたので、そこからぜひチェックしてみてくださいね。それと今回は、本の紹介、知識についてのおすすめでしたが、やっぱりね、絵にとって大事なのは実践。絵は描かなきゃ上手くならない。今はとにかく練習だ。描きまくりたい。あ、でもどうやったら効率的に上達を目指せるのかわからないっていう人も多いと思います。そんな時には、こちらのやり方、超有料級、イラストが3日で上手くなる方法をお試しください。これをね、3日間やれば、今よりも絵がぐんぐんと上手くなってしまう。そんなやり方です。ご自分のね、成長段階に合ったやり方、楽しく試していきましょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。